ののチャンネル。ワールドカップも終わりましたけど、はい、まあ、日本代表が PK 戦で敗退した後くらいから、はい、どっと増えたのが、はい、まあ、このコメントを頼り質問なんですけど、うん、PK に関するものなんですね。はい、とんこつさん、プレーオフのファイナルについては、うん、延長戦後の PK とワールドカップと同じ方式でもいいと思います。実際クロアチア戦で PK の大事さが分かったわけだしとか、あとツイッターでもリュウイチャンロアッソ熊本応援さんですね、ワールドカップを見て思ったんですが、 PK 戦をもっと未来の日本代表になるかもしれない選手に経験させるために、90分引き分けの試合はもう PK やったらどうでしょうか。 PK 勝ちは勝ち点2、昔やってたよね、負けは勝ち点1だといいと思いますなど、まあ、この PK やりませんかっていうコメントを頼り質問が結構来たんですね。うんうん、あと横山さんという方、クロアチア戦での敗戦から PK 戦に関してのさまざまな声が聞こえますが、 J リーグでもリーグ戦での導入は正出場できないとは思いますが、ルヴァンカップのプレーオフステージからは現状ホームアンダーウェイ、勝敗つかない場合はアウェイゴール数で決めているところを延長戦と PK 戦で決着つけるやり方もありなのではないかと思いますと。90分ないし120分で勝負を決められる力をつけるのが望ましいですが、ワールドカップが PK 戦のぶっつけ本番にならないようにするためにも場数を増やして独特の空気感を養っておくことは重要なんじゃないかと思いますなどなど、たくさんいただいているんですけど、いやいや、よく俺も言われるよ最近特に、うん、特になんだろうな、サッカーから少し離れたところにいて、サッカーをに、まあ、例えば今回のワールドカップで興味持った人っていうか、だからいつも見ないけど今回見た人ぐらいの感じの人からはよく言われる。まず PK がいいのかよそれでっていうのは、 PK で次に進出するチームを決めること自体、それ自体がそれはもう昔からみんなというか、サッカーに近い人は思ってること。だって一時期さ、なんかトライアルしなかった、真ん中からドリブルしてキーパーと1対1で、それアメリカでやって、カップ戦だから PK があるわけで、まあ、ワールドカップはどうしても最後は、ね、期間も含めてカップ戦だから、うん、PK 以外にはなかなかいい方法がないとするなら、まあ、くじ引きよりはいいかっていう感じだよね。まあ、おっしゃる通り PK はPK で勝つためには PK の特別な何かがあるかどうかは、まあ、重要なファクターであることはきっとそうだとは思う。なかなか難しいよね PK って。野呂さん現役時代は PK って好きだったんですか、うん、どうだったんですか。いや、あんまり好きな人いないと思うんだよな。経験はあるでしょ、あるし、特にさ昔なんか、あ、まあ、例えば J リーグの前とかの大会って、大学も高校もほとんどがトーナメントの大会じゃない。だからどっかで PK はみんな経験します。でもトーナメントの大会って負けたら終わっちゃうんで、全体的な強化にはなりづらいから、リーグ戦っていうのがまあってできてきてっていうのもまあありますよね。 PK はでもさ、嫌だよね。嫌ですね。これね、本当大変だと思うよ。かかってるものが大きければ大きいほど、選手に与えるストレスとかプレッシャーは本当に半端なくて、もうそんなのプロだから当たり前でしょって言っちゃえばそれまでなんだけど、こうもう精神的にやられちゃうぐらいうまくいかなかった場合、特にね、やっぱり そこまでクラブはもうケアしていかないといけないようなストレスだったりする。例えばリーグ戦の中の1試合で外して、それ決めてれば勝ってたのに、引き分けたのに、その可能性が高かったのにっていうのならまだしも、カップ戦のファイナルでとか、それがうまくいかなかった時の選手のケア、選手をどう守ってあげるかみたいなところでいくと、少し PK かわい、ちょっとかわいそうだなと思う気持ちは。でもリーグ戦で入れても、それがきっかけで負けちゃったりとか、それがきっかけで優勝を逃したりとかってありえますよ。まあ、あるけどさ、別のシーンでもある、試合の中で別のシーンというか、 その試合一人の選手が PK 外して負けちゃったけど、他の試合でカバーできたよねっていう見方はできるじゃん。でもなかなかね、最後のトーナメントでそこで入れてれば勝てたのに、名前外してどうのっていうのとか、
だからあんまり経験してる人が多くないのは事実だね、PK を。うん、シーズン通して蹴る選手は、まあ、1人2人でしょ、チームの中で。そうですね。だメッシ、エンバペいつも蹴ってます、まあ、だからそれなりにストレス耐性は、まあ、ついてるかもしれない。だから、まあ、ルヴァンカップを大会方式変えることでトーナメントでの一発ノックアウト方式になるから、うん、まあ、再来年にはなるけど、はいはい、PK は自然と増えるとは思う。だからそこでPK に慣れていくというか、まあ、さっき場数ってあったけど、はい、まあ、それは大事かなとは思うのと、でもね、PK は、まあ、もちろん技術的なこともあるけど、120分戦った中での疲れてる中でのその技術と精神状態と、本当しんどいと思うよ。あの選手がそんな外し方するみたいなとかもたまにあったりするわけじゃない。普段 PK の練習してんのかしてねえのかみたいな話とかもあるじゃない。まあ、もちろんみんなしてたりするよ、はい、ちっちゃい頃から PK なんてもう何千本2000本蹴ったりするわけでしょきっと。でも120分やってあのプレッシャーとかストレスの中で蹴ったことある人なんてほとんどいなかったりするから、 PK のための特別なトレーニングは必要とも思うけど、そんな状況ってなかなかない。まあ、ぶっちゃけリーグ戦に導入することって議論に上がってたりするんですか？上がらないでしょ、よっぽどなことがない限り。特にサッカーでずっと育ってきてたりサッカーで飯食ってるっていう人ほど上がってこないと思わない。あれあんなので勝敗決められちゃ困るってことですよね、誤解を恐れずに分かりやすく言うと。 PK でそうね、リーグ戦において引き分けもすごい大きな勝ち点1っていう感覚なんだよ。なるほど。いろんな状況があるわけじゃん、はい、すごい強い相手に対して、ね、まあ、頑張って勝ち点1引き分けました、それで PK やって負けましたっていうの、まあ、それで勝ち点1上げればいいっていうようなのもあるのかもしれないけど、あ、負けにね、負けで、あ、PK 負けでも勝ち点1かっていうのも あるかもしれないけど、ね、これはだからちょっと哲学的な感じになるかもしれないね、話していくと。勝ち点1の価値みたいなのをあまり、もしかすると日本のサッカー周りの人は持ってないかもしれない。分かんない分かんない、これ分かんないよ。だからその勝ち点1って言ってもすげえ大事、大きな勝ち点1なはずなのに、なんかどっち勝ったか分かんねえみたいな、はっきりしろよみたいなところ、まあなんかそれもサッカーだとは思うんだけど、まあ、もっとだからエンタメに触れていかないと、もう誰も興味がないっていう状況なら、まあ、もうルール全体を変えるとかっていうことも含めてね、そういうことはあるのかもしれない。話題にはなりやすそうですよね、 PK。 でもまあ話題には なるんじゃないかな。昔の V ゴール決まらなかったら PK みたいな、はいはい、V ゴールとかだと結構やっぱ話題になったりありますよね。で PK も導入していくとやっぱまあまあ切り抜きどころはありますよね、増えますよね、それは間違いなく増えると思いますね。まあ増えるのかもね、はいはい、増えるのかもしれない。まあそうだな。なんででもさ、昔はじゃあ J リーグで延長までやって延長 V ゴール決まらなかったら PK までやってたじゃん。なんでそれがなくなったんだ。なんかなんとなくヨーロッパが導入してないからとかなんですかね、はい、まあそれはあるかもしれないね。ちょっとグローバルのスタンダードに立った時にっていうのは考え方もあるかもしれない、まあ、あとはきっと選手の負担だよ。で選手の負担とかって考えたら PK を毎回やるって俺負担だと思うな。延長をやらなかったとしても90分で終わって PK 戦です。なんかでもこの議論になってる根本ってあの試合で負けたからになってるじゃないですか、うん、そうなんだろうね。そうなんですよね。今で多くのいや勝つにはどうしたらいいか、うん、PK 慣れしてることが必要だみたいなところから来てる気がしていて、だから普段からそういう機会を増やそうよ、リーグ戦でも導入すべきだみたいな話なんですけど、リーグ戦で導入したところでそれが解決できるのかどうかですよね。例えばクロアチアの選手が普段何かやってるかっていうと別にやってないわけですよね。やってないですよね。やってない。フランスもアルゼンチンもやってないですよね。どこもやってないから、はい、
特別なね。そうですよ。だから PK でもあそこに蹴ればこの強さであそこに蹴れば絶対入るっていうところはさ、まあ、あることはあるよね。キーパーのレベルがめちゃめちゃ高くても、だからそこに疲れてない時に10本蹴って、まあ、PK 大体7割入る3割外れるわけだから7本入れられればいいけど、まあ、または10本入れられればいいけど、疲れてる時にそれとかなかなか無理だよね。難しいよね。じゃあもう PK は PK にならないように勝とう。そうですね、まあ、でもこれもね同じような感じの考え方っていろいろあるじゃないですか。あのね、やられないためには自分たちがボール持ってりゃいいんだみたいなこととかさ、ちょっとフィロソフィーの問題です。野野さん現役時代記憶に残る思い出に残る PK ってありますか？俺ね、学生大学かなんかの時ので、今でいうデンソーカップみたいなやつ、これでなんか外した記憶あるな。なんかもうラモスみたいな頭してさ。誰が？俺。無理ですか？そんな頭してたんですか？ラモスさんみたいな。そうなんですか？頭で蹴りに行ったら、あの地元の見てた男の子がラモスそして外した、それで負けた。それはちょっと覚えてる。そんな頭してたんですか？なんかいろんなのやつだよね。その時代の野野さんの写真やめた方がいいよ。本当に昔のはやめた方がいい。野野さんに伝えたいことや聞いてみたいこと、はい、番組の感想などはハッシュタグ野野チャンネルをつけて SNS に投稿してください、はい、お願いします。また J リーグ公式サイト jliu.jp のお問い合わせフォームからも受け付けています。 YouTube のこの動画のコメント欄でも投稿できますので、たくさんのお便りお待ちしております。